TGD ライズは、かつて存在した、日本のバスケットボールチーム、リンク栃木ブレックスの下部組織に位置していたチームで、ナショナルバスケットボールデベロップメントリーグに、所属していた。現在、B リーグに所属する、パスラボ山形ワイバンズの前身となったチームである、栃木県小山市を本拠地とする、プロアマ混合チームとして組織されている。それまで、 デベロップメントプレイヤーと称した練習生を入団させたことはあったが、この D チームは、いわゆる二軍と位置づけ、中長期的育成などを目的としたものである。このような下部組織は、BJ リーグ球団の一部で採用しているほか、JBL でも、レラカムイ北海道で検討されていた。選手は、BC 契約と D 契約で構成される。UQ 契約は、スクールインストラクター業務を、 週2回稼働することが条件となる。D 契約はアウェー遠征には帯同しない。活躍次第ではトップチームへの昇格の可能性もあるが、逆にトップチームの選手が降格となる可能性もある。選手枠は16名で、うち有給契約は12名まで。所属選手は28歳以下で、契約更新は最大3シーズン。TG は活動エリアである。と次。 群馬、茨城の頭文字から、デベロップメント、ドリーム、ダイナミックより、ライズはトップ選手への上昇を意味する。2009年、育成チームの結成を発表した。トップチームに所属した選手を中心とする、有給契約選手にトライアウトで獲得した、無給契約選手を加えて結成し、クラブ連盟に登録。当初のチーム名は、ブレックスバスケットボールクラブ。 これはもともと過少であり、2009年内に正式なチーム愛称を発表する予定だったが、諸事情により延期。2010から2011シーズンより、日本バスケットボールリーグ2部機構に参入。JBL 所属チームの下部組織としては、史上初の JBL に参入となる。また、このシーズンより、JBL の遺跡に関するルール改正が施され、 シーズン中の登録変更が2回まで可能になったため、シーズン中の昇格、降格が行われる場合もある。2010年6月1日、新たなチーム名が TGD ライズに決定。キューブレックスクラブ選手にトライアウト獲得選手を加えて JBL2 に参戦する。JBL2 開幕直前にリンクとチンギからショーンヒンクリー、開幕後にナミサトセイが加わった。 2013年8月、2014から15、シーズンから運営権をパスラボ山形ワイバンズに譲渡し、フランチャイズを山形県に移すことを発表した。大塚商会アルファーズがトップチームであるブレックスにリーグの会員権を譲渡しただけで別途存続している状況とは違い、新チームの前身になるという形で5年間の歴史に幕を閉じることとなった。なお、 リンクとチギとは提携関係を持続していく方針となった。ありがとうございます。